飛び箱飛んだダンス部唐揚げくんを大量に食わそう対決どうも、キョンタクです。ごめんです。エイジです。キーパー。エイ。チューニーチューニー。飛び箱がございます。はい。2チームに分かれて、着地ピタッと止まれたら、敵のチームに、そのダンス分の個数、8段だったら8個食べさせることができます。動いたら失敗です。動いてしまったら、逆に食べていく。今回唐揚げ100個用意しました。お腹いっぱいになってしまったか、より多く食べてしまったチームの負けでございます。3-3だと人数が多いで、俺、熊、エイジ、ヘンリー、この4名で軍事して2-2のチームを作っていきます。僕飛び箱得意じゃないですか。だから有利だろうってなっちゃうかもしれないですけど、僕あの生配信の10時間でやられてるんで、足いい難易度になるんじゃないかなと。なるほど。僕今日多分めっちゃ食えます、唐揚げ。じゃあ軍事、はい、せーの、グッチジャス、グッチジャス、グーパーチャス。俺クマチーム VS エイジヘンリーチーム。でもこういう時大体勝つ。俺とクマがチームに行く時って結構強豪のチームが大体勝つ。確かに。胃袋的には完全にこっちの負け、平均取ったら完全にこっちの負け。だって飛び箱のプロがいるし、こっち爆弾抱えてる人より運動神経そんなに良くないでしょ。いやでも身長、胃袋すごい身長だと思う。じゃんけんで勝ったから飛べます。じゃんけんじゃんけん、ぽい。おい、何なんじゃねえか。ジャブの8段ぐらい。ジャブじゃねえ、いきなり8段だ。いや、全然忘れるけど、着地止まらないとダメなんだよ。もう大丈夫。マジ動けし。マジ着地動けし。いきなりこの8段ね。マジで1ミリ単位とも動かない。いきます、いきます、よーだ。集中しろ、俺。でも早速エイジ君8段飛んじゃったんで食べます。いや、いただきます。いただきます。いや普通に最初だったらご褒美だよ。いや本当そう、うまいけど冷たいね。うん、でも、うまい。ちょっと、それではこっちは、はい、うちのエースが飛びます。おお、来た。じゃあ一旦6、6いきましょう。はい、なんでね。はいさー、頑張れ。ステップ踏んでる。なんでね。はいさー、運転気分じゃない。ちょっとお前本当に今のマジだ。めっちゃいいから気をつけすぎな。お腹いっぱいになって喜んだところでやめるつもりかけさま。やばくしてる。マンコステップジャンプじゃん。アンケンダンセンデン。いや、6個食べてもらえるか。じゃあ辛いの行こう。じゃあ辛いの、これ残りの1個と辛いの一緒に食べよう。いただきます。ごめんマジ、わざとじゃないよ。さすがにわざとだとは思ってないけど、ちょっとむずいよね。やだ、止まれる気しない。やっぱエイジが無双すぎるのって、うん、100回食べると思うんだよ。そうだわ、そうだわ。俺より多分止まるよ、あいつ。それじゃあ次のターン、ヘンリー君。何段行きますか、ヘンちゃん。さっきのクマの様子見たから、食べてください。4つずつで、4つでいきますか。着地の時のあの調整が難しい。おいしい。なんかね、余裕だね今日。今のうちに飛んじゃうよ。誰が今勝ちなんだ。はい、おいしゅうございました。23バッター、今日ナイス。いきます。はい、失敗します。じゃあこれで俺らが88の16個。お腹空いてるからね、嬉しいんだよね、逆に言ったら。いやでも俺ら今14個で、それ食べきったら16個になるから、もう逆転だよ。そっち逆転ってことはまずいってことだよね。いやすごい分かんないじゃん、それ。ああ、どっかどっか、すごい分かってないじゃん。はい、ごちそうさまです。やっぱね、居酒屋とかね、唐揚げにはやっぱレモンって定番だよな。じゃあ続いて、はい、エイジ行きます。ご飯動画だろ普通に。これこれで僕らは
22です。ん、あ、普通の唐揚げでもうまいな。どうですか、お腹的にはお二人とも結構いっぱいなってきました。あ、お熊くん言ってください。を生かしていきます。止まらない。重心の中、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 マジで。六個言ってもらいましょう。パロディパンツアタック。本当にあれしょ、お腹空いてるから。いやもうマジ本当違うの。あ、もううまいってとこなくなった。クマがこのまま足引っ張ってくれたら勝てる。全然やばい。もう次飛ぶとき4段にするわ。うん、レイテル何段あるの。5段で4段やばい。あー待って、これ結構むずいぞ。いきます。5個追加入ります。大症状の時にぶら下がってた太ももが痛い。これやっちゃったんじゃないと思います。はい、じゃあ私4番絶対壊すやつ。お前私は4番取れます。マジでなかったな。ほんとってなってからよ。いいよ、全然ギブしてもらってもいいよ。もし負けたらじゃあ次いきますか。俺の段か。クマくん、あ、案内しますか。失敗のリスクを恐れているので2段にします。2段いきます。おお、はい、余裕です。早い。エンディング何段ですか。じゃあ4段だよ。この企画始まってまだ1回も成功してないんだよね。エンディング、これでもし動いたらお前ボスだ。なんで。今一番失敗って言ってマジで止めます。お、これ成功したらさらに4つだよ。いるぜ。いやもう本当失敗しないで任して。いや、ダン、どの口が言うそれ。絶対止める。あー、やばい。はい、はい、はい。なんかよ。じゃあこれでですね、40の問題に。エイジがこの企画一番強い。俺の分まで頑張って。任せろ。皆さんに言いたいことがあります。私失敗しない。クリア。どっちが何個食うかで喧嘩させる気じゃん。最勝負。じゃあ、よっしゃー。あいつらレモンばっか食ってるぞ。いや、レモンしか食ってないじゃん。俺らバランス調整して食ってたのに。じゃあ僕は2個食べるよ。いや、3個だよ。うわ、きっつ。うわ、きっつ。しゃあ。あ、マジでやばい。吐くぜ。あ、違います。やっぱ高い方が簡単だ。300
人24個食ってたよ。何かに来始めた。48個食って来始めたです。よし、でも残すところそんなにないんで。これでこの2人で7個食ったら残り6個になる。で次のターンきょんちゃん。あ、勝った勝った勝った割り口。きょんちゃん、ちょっといたわって。お前ついさっき7段飛んで争いの火種を生もうとしたよな。覚悟してもらうよ。ありがとうございます。きょんちゃんがちょっとこの方で面白くらしく楽しんでいただきます。いや、頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか他の SNS 関係全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。